われる。どうしたパ。どうしたのかパ。この魔人王を何と心得る。わしが番をする限り何人も扉をくぐり抜けることは不可能。それを決めんのはあんたじゃねえ。いや、わしだ。クルスカウンター。やつの攻撃を跳ね返した。跳ね返しはしたが効いちゃいねえ。それどころか魔力を吸収しやがった。団長、ヤツの魔力は一体何だ。俺たちの攻撃が全く効かねえぞ。ヤツの魔力は自身の名の魔人王、またの名をザ・ルーラー。ジグザグワイルドグルグルワイルド。おりんやつ。お前は言ったな、エスタロッサの記憶が思い出せぬと。わしも同様に思い出せんのだ。魔界での日々すべてを未だ鮮明に覚えておる。にもかかわらずエスタロッサのことは何も思い出せん。奴について覚えていることを口に出してみろ。魔人王の息子でありながら闇の力を有せず生まれ、虫を殺すことすらためらうほどの小心者。それを憐れんだわしがエスタロッサに戒言を与えた。やはりな。どういうことだ。なんとか追いついたぜ。えらい飛ばしてんな。すまない残飯長。ん？こんなことを頼んでしまって。しかしキングたちを追いかけるなんて急にどうしたんだよ。俺には果たさなければならない目的があるんだ。この命に変えてでも。聞いてくれゴーセル。聖戦を終わらせるために私は今から全生命全魔力を引き換えに禁呪を発動させる。禁呪？それはたった一人の男の記憶とそれを知る全てのもの、神々すらの認識を変えるものだ。本当に聖戦は終わるの？ああ、それほどに男の存在は強大なんだよ。この禁呪が成功すれば女神族は常闇の棺を使わざるを得なくなる。そしてそのためには少しだけ魔力が足りない。お前にも力を貸してほしいんだゴーセル。いいよ。許しておくれ。子であるお前にこんな重い罪を背負わせてしまう私を。作り変えた認識は二度と戻ることはないのか。可能性はわずかにだがある。禁呪にかかった者の認識は共有される。仮にそのうちの一人に何らかのアクシデントが起こり、ほころびが生じれば、全員の認識が徐々に、やがて一気に決壊する。気づきは疑問に、疑問は確信に。エリザベスは
俺のだ。兄貴がエリオダスが悪いんだ。俺の兄さん。エスタロッサ、あなたが勘違いしているのよ。メリオダスは弟を傷つけるような嘘はつかない。彼はいつだって気にかけていたわ、ゼルドリスのことを。え？俺はどうにかしてゼルドリスとゲルダを救ってやりて。そうね。でもあなたは本当に弟思いなのね。ゼルドリスはたった一人の弟だからな。どういうこと？じゃあエスタロッサは？場合は俺が止める。ゴーセル？この命に変えても、それがゴーセルと共に背負った俺のもう一つの罪と責任だから。実戒エスタロッサなど花から存在しない。みんながそう認識していたあの男の正体こそ、バカな嘘。四大天使マイルだ。